はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今日はですね、東京ゲームショー2019の、出演のお知らせ動画になります。僕はモダンオフェアのスペシャルステージの方に出演します。でこちらは、2v2 ガンファイトっていうアルファテストの時にあった、モードを使って、日本代表決定戦に出場していたプロチームからこうね、各チームから2人ずつね、代表者をこう選んでもらって、そのね、チームでまあスペシャルマッチを行いましょうっていう企画なんですけど、でそちらの方にちょっとスペシャルチームとして僕と、なんと今年も来てくれました、フェイズクランのアタッチ選手が、来てくれて、まあ僕とね、こうチームを組んで、まあそのね、他の4チームと一緒にこうスペシャルマッチを行いましょうっていうことにね、なりました。ね、アタッチ選手がね、今年も来てくれるという、去年のね、TGS にもちょっとスペシャルゲストとして来てくれたんですけど、今年も来てくれることになりまして、もう本当に CWL、まあ COD の世界大会もトップの、本当のトッププロのところでね、活躍している現役選手がね、来てくれるっていうのはめちゃくちゃ本当、すごいことですよね。で、ワールド2シーズンを知らない人は、ちょっと、多分このこと知らないと思うんですけど、僕はワールドウォーツの最初の方にちょっとアタッチと、知り合いました。まあある日ね、突然こう、アタッチ本人から DM でちょっと、グリードの動画見たから、ちょっと一緒にコラボしませんかっていう DM が来たんですけども、その時めちゃくちゃびっくりしたんですけど、ほんと CWL ね、CWL のトッププロからね、まさかそんな DM が来ると思ってなかったんで、しかも僕、アタッチの動画とか配信めっちゃ見てたんで、もう、めちゃくちゃびっくりして、まあ、そっからね、知り合うことになって、まあ、去年いくつか動画、コラボ動画をね、作ったりして、あとアメリカ遠征行った時も 2v2 の練習相手してくれたりだとか、本当にね、アメリカのこうトッププロなのに、多分めちゃくちゃ忙しいと思うんですけど、結構、まあ、僕たちにこうフレンドリーに接してくれるすごく、いい、まあ、僕もね、すごく尊敬している、選手になります。彼はね、海外トッププロの中でもすごく動画とか配信すごく頑張ってる選手なので、概要欄にリンクを貼っておくので、すごく見てみると参考になると思います。はい、というわけで、アタッチを知らない人のために、ちょっとアタッチ紹介ということでやっていきたいと思います。CWL のトッププロ、アタッチの本名はディロン・プライス、出身はアメリカです。で、現在22歳です。僕の2個下。僕今年で24になったんですけどね。いや、年下には全く思えないですね。所属としては今現在はフェイズクランになりました。で、この BO4 シーズンだけちょっとね、フェイズクランはプロリーグの方に上がれなかったので、選手をレンタルするっていうちょっとシステムに変えて、まあ、BO4 シーズンだけ、アタッチは EG、別のね、Evil Genius っていうプロチームに所属していたりしたんですけど、まあ、その契約も終わって、今はフェイズクランの方に戻ってます。またね、COD の、そのモダンオフェアのフランチャイズのチームはどうなるのかっていうのはちょっとまだわからないんですけど、まあ、現在はフェイズクラン。で、ロール、武器ですね。一応 SMG プレイヤーとなってますが、今年はね、マドックスを持ったりしています。さあ、アタッチをね、語る上で外せないのは、ここですね。2015年の世界チャンピオンです。アドバンストウォーフェアの時ですね。しかもこの時、アタッチ、18歳です。18歳で、なんと、世界チャンピオンになりました。アタッチは本当にね、幼い頃から、COD、を始めたみたいなんですけど、まあなんか野球チームに最初は所属していて、まあ、その友達から、COD に誘われてその COD の世界に入ったみたいなんですけど、入ったのはゴースト付近でいいのかな、まあ、ゴーストが出てから本格的にね、プロチームの方に所属しました、エレベートですね。最初はプロチームに所属していきなり、UMG の大会で8位など結構まあ好成績を残しつつ、でその次の年、もうすぐ次の年、アドバンストウォーフェアですよ。その次の年でも、そのね、チャンピオンシップっていう世界大会で1位を取ってしまうという、もう、一気に、一気に世界チャンピオンになってしまうという、もう、めちゃくちゃね、才能のある選手になります。で、アタッチのプレイスタイルなんですけど、そうですね、まあ、BO4 より前の作品は、かなりこう、ほんと SMG っていう感じだったんですけど、BO4 シーズンは、まあ、ちょっと、まあこのゲーム自体がちょっと特殊なのもあってね、マドックスが強すぎたりとかあったので、まあマドックスを使ってることが多かったんじゃないかなと思います。まあかなりオールダウンダーな、まあ SMG、マドックス、まあその辺のね、ところだと思います。そしてね、彼は海外トッププロの中でも、ほんとね、珍しく動画とか配信をね、頑張ってる選手なんですよ。特に動画。やっぱ海外プロ選手っていうのは動画投稿をね、
ほとんどしてないんですよ。まあ前まではちょっとスカンピーとかね、オプティックのスカンピーとかが結構上げてたんですけど、まあ彼も全然上げなくなってしまって、まあなんで上げないかっていうと、まあ単純にね、めんどくさい。めんどくさいですよね。結構めんどくさがり屋がやっぱ多くて、まあやっぱ動画投稿って大変じゃないですか。で、プラスね、彼らはこう、練習もかなり時間があるので、その中で動画投稿をするっていうのはすごく、まあ、めんどくさがってやらない人が多いんですよ。ほんと今ね、海外プロの中で YouTube 動画を上げてるって人は、アタッチぐらいじゃないかなと思うんですよね。まあ、Twitch で配信してる人は、まあ、なかなか多いんですけどね。アタッチの動画と配信はね、まあ、この交流戦とかの動画もそうなんですけど、結構ね、テクニック類の紹介動画とかも多いですね。まあ、COD のそのトッププロが使ってるテクニック、紹介とかそういう動画もちゃんと上げてくれてたりしますので、すごくね参考になるんじゃないかなと思います。まあもちろん動画はね全部英語なので、まあそこがちょっと困るよって人もいるかもしれないですけど、まあ頑張りましょう。まあ英語のね勉強にもなりますからね。そして最後に、去年上げたアタッチとのコラボ動画、まだね見てないって方はぜひ見てほしいんですけど、3つぐらい上げたかな、ちょっと対談的な動画と SR の動画と、あとね、アメリカ遠征行った時の 2v2 の対戦動画なんですけど、僕的にね、まあその最初の対談動画もかなりこう、日本のね COD とか海外のアメリカの COD の話とかしてて、なかなか面白い動画になってるんですけど、2v2 のね、対戦動画はなかなか僕的には面白いんじゃないかなと思うので、まあね、去年の動画まだ見てない方はぜひね、ちょっと見てほしいなと思います。はい、というわけでモダンオフェアスペシャルステージぜひお楽しみにということで、僕もねすごく楽しみです。そしてね実は、アタッチがねラッシュベースの方に泊まりに来る予定なんですよね。なのでラッシュベースの方でアタッチとまあ動画撮ったり配信 したりとかね時間があればする予定なので、まあそちらもちょっとお楽しみにということでよろしくお願いします。というわけでお疲れ様でした。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。なんか YouTube のアナリティクス的に高評価が多いとすごいおすすめ動画に出たりするみたいなので、まあよかったらね、動画がよかったらぜひ高評価よろしくお願いします。というわけで、バイバイ。Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone.